はい、こんにちは、ショトです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。ちょね、受けがマジできつくて、もう本当に毎日試行錯誤の毎日ですね、最近は。で、まあ、早速ちょっと選出していくんですけど、相手、モロバレルか。モロバレル初めて見るな。まあ、ハピ投げとけば基本的にはいいんじゃないかな。で、鉄壁ボディプレイじゃない、地箱まで見れて、ハピナスもハピナスで見ればいいでしょ。でそうなると、ドヒドイで皮脂を巻きたいのと、ヌオーで、ドヒドヌオーって投げてエースバーン、ギャラドスミミッキをケアしたいな。まあ、ウドハンない前提なんだけど、てか、ヌオーは絶対投げないとダメで、じゃないと、鉄壁ボディブレの地箱で死ぬから、ヌオーもまあ必須と。でそうなると、てか、無道出せないな、地箱いると。だから、ドヒドヌオーハピで確定になっちゃうんだけど、バレルに、必死座れんのちょっとうざいな。まあでもヌオーから入りますか。ヌオーハピ、ドヒドで。いや、本当になんかね、エースバーンはまず、もうなんか、みんな大サイコ使い始めて、なんか浮かんなくなり始めて、大サイコの波動を感じれることで対策するみたいなのもう無理になってて。で、ウルガモス、トゲキッス、サザンドラ、ロトムとかも、ハピでまあ、見れるかっていうとなんか、だいぶ怪しいラインになってて、ちょどうしたものかっていうね、感じなんですけど。ここ素直に引いてくるかな。鉄壁ボディプレだったら素直に引いてくると思うんだよな。ただまずいのは、そうじゃなくてトラータとかを持ってた場合で、ヌオを削っていいかどうか、あんま削りたくないよな。一回再生で技見ますか。引きは鉄壁ボディブレだね。モロバレル。まあじゃあ、ハピ投げますか。オッケー、じゃああの地場コイルはヌオーで見れるともう、決めちゃっていいかな。おそらくヌオーに有効打がないタイプで、まあ星で寝かせてくるよな。星、宿り木、なんかみたいなのだるいな。自破さしときたい感じはあるか。エース版。問題はここですよね。ただこいつを見切れるようであれば、いける雰囲気がある。ドヒドイデで。まあ膝とか、打ってきてもおかしくないんですよね。てか普通に膝打つと思う、ここは。ダイマックスしないんだったら。まあ、ここで大サイコはさすがにないだろうから。一回はドヒドイデで見ていいんじゃないかな。ダイマックスか。まあ大サイコあったら負けだな。ただまあビルドプラス、巨大火球でヌオの天然無視しようみたいなノリは。それにはケアが効いてるから。ケアが効いてるっていうか、ビルドしてきてないから大丈夫って言いたかったそれは気にし、うますぎでしょまあでもそれが安定なのかな。弾じゃなかったら一発耐えるんだけど。ああ、オッケー、いいね。弾じゃなかったので一発耐えて行き、威力が120ぐらいでしょ。それの 1.3 倍だから、まあ大体150以上は入ってて、4分の1だから無理か。ここ統治下でも見れないんで、まあヌオ引くしかないか。でもきついなーこれ。いや、シンプルに大サイコ打たれてるだけで結構きつくねっていう。どんぐらい入るそれ。弾じゃないから、いやー、それでもそんだけ入んのか。よくないな。相手ここも大サイコでいいわけだもんな。ほんと、くそ。このヌオに守る入ってないのが、あだになるかな。ドヒドイで捨ててもいいか。こうなると。もうしょうがないよな。
はい、ダイサー行こう。まあ、ドヒドで見たいポケモンが別に、こいつがダイサイコ持ってる以上もういない。存在しないから。これでヌを投げ直して、ダイマックスターも切れるでしょ。で、普通の試練だったら多分耐えると思うんだよね、ヌを。ただ、磁場コイルを考えると、あんまり無茶はいけないよな。っていうところで、再生しときたいかな、一回。一回再生をしたいな。あー、即引きか。磁場コイル。こだわってんのかな？わかんねえ。メガネだ。いやー、地震までケアしてきてたのかな、さっきの。そういう引きだったのかな。まあ、一回再生ですね。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やってきます。結構なんかエースバーみたいに受けが効かないポケモンに対しては、ミミッキだったりドラパルトだったり、そういう素早さが速くて火力のまあまああるポケモンで、上から殴って倒す潰し枠を、こう、コアとマメタモンとミミッキがそれに該当するんですけど、そういう枠を刺して処理するっていうルートをいつもね、僕は取ってるっていうか、それを考えてたんですけど、そのダイマックスで結局ヒットポイントを、が倍になることで、その、潰し枠との、相手の、こっちの潰し枠と相手の崩し枠との有利不利の対面が逆転して、っていうこともあって、なんか安定しないですよね。難しいなと思って。なんかダイマックスをだから活かせてないんだろうな、受け側が。で、ちょっとこいつも戦術考えてるんですけど、メタもいないとダメかな。ラプが、で、ヌオーも欲しいでしょ。いやー、ヌオー出したくないなー。でも、磁場コイルに対して他に、ないもん。いい、あれが。メタモンから入ってハピヌオー。まあ、それしかないか。これでいきます。立ちふさぐまが結構やばいから、まあ、うまくカウンターなり、なんなりで、しばかないとダメだね。どうしたもんかな。あ、相手のこの服かっこいいな。結構好き。はい、磁場コイル。磁場コイルはこれで、片読み運ゲーしないで、チェックできるね。中身を。はい、何？風船。風船、厄介だな、それ。10万ラスカ鉄壁ボディプレね。はいはいはい。ラスカがあんのか。ボディプレで一回、メタモンのヒットポイントを削って、ってもいいかどうか。良くないな、あんまり。ヌオー即引きます。まあ、鉄壁かボディプレのどっちかなんじゃないかな。ああ、引きなんだ。はい、リザードン。まあ、物理だった場合は完封できるから、ハピ引きで。ああ、特殊だった場合がハピで完封できて、物理だった場合が布で完封できると思います。多分。だいぶ怪しいけど。こう、大草原とかでなんか、ちょっと雑魚い手で入ってほしいな。まあ、奮い立てるは多分大丈夫だと思うんだよな。照明みたいな要素もないし。ダイマックス、大草原、大草原、大草原。大草原撃ってー。大草原撃ってー。巨大じゃないねー。これはもっと楽だと。物理だったらそもそも今のところでダイマックス切って突っ込んでこないと思うんだけど、どう？大バーン。これフレアドライブだと死にますね、多分。はい、大丈夫。はい、お湯。
ここ自破さして、玉か、サンパワーも入るでしょ。リザ削れてくの美味しいな。まあ、自破っすね。大ジェット。両刀もダメ。強くないか？なんかちょっと強くないか？どういうことだ？自破が通る。これ次耐えるよね。耐えないかな。耐えなかったらまあ逆にメタモンで全抜き狙っていいか。卵海で大盤。あ、やばそう。やばかった。全然余裕じゃなかった。マジか。卵海から入んなきゃダメだったね。もっと早い段階で。こんなきついもんか。まあ、メタモン投げますか。とは言っても相手ダイマックスターン3ターン使ってるから、こっちも逆に結構強く切り返せるんじゃないかな。で、まあ、ヒってるでしょ。だからダイジェット分が関係なくて、こっちしかもスカーフもあるから、この兼ね合いは割と悪くないと思うんだよね。ソラビエやすらネッソない長者か。で日本バレが入ってる。こだわりたくないからダイジェットから入るか。まだこだわる時間じゃないと思う。誰引き？ちなみにラプラス。それ受かんないでしょ。受かると思ってんのか。それでダイマックスももうないから。ちょ、メタモンが受けループの救世主かもしれん。純正受けループ使ってる人は多分メタモン絶対入れないと思うんだけど、僕はね、簡単に主義主張がコロコロ動くんで、強いと思ったらすぐ入れます。ダイジェット、あ、いい火力じゃん。超いい火力じゃん。そうすると最後全員に一貫する技を残しときたいんだよな。ジェット打ちますか。ここもまあリザ引きもラップ引き、何引きも全然いいんだけど、まあラップとリザードン削ってるから、ジバコイルに放射打っていくだけで全部取れるんじゃないかな。あ、リザードンはまだ残ってるけど、これでリザードンも多分飛ぶでしょ。あー、オッケーオッケーオッケー。メタモンでもな、上位の人ってなんかメタモン結構対策うまいみたいですよね。立ち回りでうまくこうまくってくるみたいな。なんかね、メタモンでシーズン1とかかな、最終1位とか取ってた人がなんか最初メタモン使っててすげーってなってたんですけど、その人の最近の記事を読んだら、なんかみんなメタモンに対する切り返しが上手くなってて難しくなってますみたいな、そういう話してましたね。ここね、ダイアース打つべきなんじゃないかな。 D 上がるよな。アース打ちますか。頑丈を盾に、あ、やべやべ、風船持ってた。忘れてた忘れてた忘れてた。まずいこと起きてる、これ。やばいやばい。まずいこと起きてる、これ。風船忘れてた。最悪だ、これ。ふざけんな、マジ。いや、僕が悪いけど。ここ、相手ワンチャンのポンをつかみに来るんだったら、ワンのチャンのポンをつかみに来るんだったら、ラスカなんだよね、多分。だ、まあでも頑丈を考えずにこっちが放射で突っ込んでくることを考えると押したくないんじゃない。頑丈で耐えて10万で縛いて裏のヌオーをラップのフリドラで一発で持っていくみたいなノリを取りたいはずだから、うわガチでうまかった相手が。いやー、ま、ちょ、風船忘れてて、ダイアース打って負けるってマジか。
もう。ボロボロなんだけど。ワンチャンこいつがフリドラ持ってないかけよう。お、ないぞそれフリドラ。ワンチャンあるワンチャンあるワンチャンある。ちょ、死ね死ね死ね。ボットません。よしよしよし。諦めなくてよかった。降参押そうと思ってたけど。これワンチャンあるぞ。熱湯から入るしかないよね。ラスカかな相手は。まあ、熱湯で焼けばだいぶ話は早い。鉄壁。まあでもラスカじゃ多分押し切れないと思うんだよな。アナライズも働かないわけだし。オッケー。はい、風船も割れる。ワンチャンスつかめる、これは。よっしゃー。諦めなくてよかった。最後勝ってたから超 GG だわ。じゃあ、おつ。